どうも、キューティク展開、今田です。おしゃしゃ、どうぞどうぞ。父さん。愛しのさちちゃん。酒飲んべえだろ。というわけでですね、今回、今田のビデオ、都市伝説シリーズでございます。というわけでですね、都市伝説の世界的権威、ミスター関を呼んでみます。あどうぞ。こんにちは。あ、死ぬ。お願いします。いや、ミスター関、ピザゲートと10回言ってくれ。言うたび死ぬだろ。今回の都市伝説は、日本の近代化に大きく貢献した明治維新。しかし、その裏には、本当の黒幕が存在したのね。というわけでですね、今回その明治維新について触れていきたいと思います。薩摩、長州、土佐、肥前の4藩が手を組み江戸幕府を倒し、将軍の徳川慶喜が政権を明治天皇に返上した明治維新。しかし当時の坂本龍馬はまだ若く、資金もないただの脱藩した浪士だった。その坂本龍馬がなぜ薩摩と長州をまとめ上げ倒幕することができたのか。それは裏で糸を引いている人物がおり、それがスコットランドの武器商人トーマス・グラバーなのね。おー、ね、キリンビール作った人だよね。あ、お世話になってますね。はい。そしてグラバーは土佐藩を抜けた浪士である坂本龍馬に接触し、貿易を目的とした日本初の商社亀山社中を作らせて武器を提供したのよ。それも設立からわずか3ヶ月で7800丁ものライフルを入手したのね。打ちまくりやないかね。あ、くせえなお前。そしてその武器を薩摩藩名義で長州藩に売り、倒幕へと動いたのよ。つまりグラバーこそが明治維新の黒幕であり、彼は秘密結社フリーメイソンのメンバーだったよ。そして明治維新はフリーメイソンが起こした革命で、グラバーとフリーメイソンは日本の近代化に大きく貢献したんだ。実はこの話というのは10年前のやりすぎ都市伝説で放送されているけれども、最も重要なことには触れなかったのよ。そして龍馬がわずか3ヶ月で調達した7800丁の武器の総額は約169億円もの金額だったとされ、それをビジネス未経験の浪人坂本龍馬が調達することができたのは、バックにグラバーがいたからなるのは間違いないだろうということなのね。そしてグラバーは中国当時の清に大量のアヘンを売りつけ、後にアヘン戦争を引き起こすことになった麻薬貿易商社ジャーディン・マセソン商会の代理人なんだ。そしてジャーディン・マセソン商会の設立時に多くの資金を提供したのがロスチャイルド家、そしてその前身は東インド会社なんだ。それは絶対に言っちゃいけないことですからね。あ、そうだでしょ。ダメよ。久々に言ったわ。つまりイギリス、イタリアの王族や世界統一政府の設立を目論む300人委員会などが関わってるのよ。好きなのか、年齢。そしてロスチャイルドはナポレオンのワーテルローの戦いで莫大な財を築き、1861年のアメリカ南北戦争でも北軍と南軍の両軍に軍資金を援助したのね。そしてグラバーと龍馬を利用し薩長同盟を結ぶと、ロンドン家のロスチャイルドは薩長へ、パリ家のロスチャイルドは幕府軍へ武器を売りつけたのよ。このやり方ってね、あいつらのやり方だよね。汚いですね。そしてその武器というのがアメリカ南北戦争で余った中古品だったのよ。喋れよお前。そして明治維新以降、日本は日清戦争、日露戦争、世界大戦と多くの武器を輸入し、欧米列強と並ぶほどの強国となったのね。もう関さんにね、7000円払って団結するしかないよね。汚ねえぞお前。しかしその反面、弓や剣の使い方を忘れ、日本人の精神性は大きく退化したのよ。直射ならできるよ。するんじゃねえよ。次第。